会でちっちゃく切ってオーブンとかで焼いて縮めて遊んだプラバンっていうのを覚えてる方も多いと思うんですけど、そのプラバンにアクリル絵の具で絵を描いていて、で今日そういうモチーフにしたのはペリー・ホッカーさんの、ね、妖艶な雰囲気とか女性らしさとかそういうのと絵がマッチできればいいなと思ってこの絵を選んでます。